本田さんはお子さんに対して怒るとしたらどういう時ですか？どういう大人になってほしいですか？難しいですね。いっぱいありますね。でも、なんか、なんかいろんな人にね、喜んでもらえるような、なんか、こう、かっこいい人になってもらいたいなとは思いますけど、なんか、そうですね。人にやられて嫌なことを意図的にやるじゃないですか、子供って。そういう時は怒るかもしれないですね。Please follow it. Follow it.